おはようございます。ミスターゆめさんメッセージありがとうございます。まあ即化塾の教えの通りにというかね、100%それについていくということも素晴らしいんですけども、100%の中でもね、リスケッチは必ずしてくださいね。この即化塾の講義っていうのは、 全員に当てははまるものででないですやっぱりついていけない人もいますしね、えー、状況によっては合わない方もいると思いますんでやっぱり自分なりにカスタマイズするところはいると思いますしどのようにカスタマイズすればいいか分からなければ私の方にメッセージをいただければ私なりのお話をさせていただきます。というところで最初のカスタマイズなんですけどもマイオミさんがね50代を過ぎて。 1>, 1億円を稼ぐための最短コースを取ろうと思ったら私が見るところ高知に帰って酒屋さんをね継ぐことですねこの酒屋さんっていうのはね実はですねむちゃくちゃ儲かるビジネスなんですよ、うん、だからこれはね細かく言うとまた長くなりますんで別の機会にお話ししますけども酒屋さんで通販をするってことがもうねすごいですよこれがもうワクワクしますやってても楽しいと思います仮にうまくいかなくてもやりきってすごく楽しいし酒屋を継いでくれるまあ親父さんね お父さんんもすすごく喜ばれるるし、かなり協力していると思うんですよ。そして地域を巻き込んで、そっか時を巻き込んでね、えー、素晴らしいプロジェクトができるんじゃないかなと思っております。もちろんどんな酒屋さんなのかもよりますけども、コーチの地酒を扱っていると最高ですね。そしてカツオと縁があるともっと最高ですよね。坂本龍馬と縁があるともっともっといいですね。というところで酒屋さんを使うってことが一つ。もう一つはですね、インターネットの力をバンバン使っていって、ミスターマユメさんは人の先入観をてこに使って、レバレッジに使って、 えー、情報発信をしてていくってことができますこの情報発信っていうのは、ネットでの情報発信ももちろんなんですけども、口コミといって、近所の人に対してのネットワークも大事です。ですから、町内会に必ず入ってください。町内会に必ず入って、そこで,ですね、めんどくさいかもしれませんけども、何かしらの役員をやってください。そうすると、信頼と発信力がつきます。これをね、引っ越してすぐやるのがポイントなんですよ。しばらくしてやるんじゃなくて、まだ町に慣れてない段階でやっていくってことがポイントなんですよ。私もそうですけども、まだ町に慣れてない段階で、どん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 役割をすることで、 急速にですねおな何かいきなりすごい人が出てきたぞっていうふうに思わせる効果があるんですよで私がことごとに口々に言うのはまだ3年目なんで分からないことだらけですっていうことなんですねだからここは一つね自分が分からないからっていうことで、まあ、手心を加えてもらうところとじゃあ俺が力になってあげないとみたいな感じで影の参謀ががたくくさんつくんつでですすよここがポイントですそしてミスター真弓さんがどこのね人の先入観を使えばいいかってことなんですけどもアメリカ帰りってことですよね アメリカ帰りのミスターマヤミが教えるビジネス手法とかねアメリカで培ったとかねアメリカでっていうのがポイントですよ、うん、アメリカ海外駐在員を通じてっていうのがね他の人はほとんどの人がやったことがないんでだから鼻を高くするとこまでいかなくても鼻っ端が高くするとちょっと逆効果なんですけども自分があの特別な人間だってことをよく意識してね過度に遠慮しないことなんですよ うん、だからそこはねずうずしくなってはならないんですけども自分はあこう特徴がある特質のあることができるんでこれを活かさせてもらいますということでね例えば町内会のいろんな案内に、まあ、英語で案内していくとかね、えー、私がやるとしたらあーご自身がお住まいになっている近くの外国人居留者の割合っていうのを調べてその人たちにもリーチするようなね、えー、そんな情報発信をしていくからっていうところですよね、えー。高知県もしくは四国に住んでいる人 四国に住んでいる英語圏の方向けに YouTube 動画とかを発信していく地域情報を発信していくっていうのもあると思いますよねえそして観光家ですよね観光家に、まあ、これはすぐは難しいかもしれませんこれは観光家に掛け合って、えー、外国人をもっともっと呼ぶような活動をしましょうってことで英語のパンフレットを書いたりとかね英語のサイトを作ったりとかっていうのはできると思うんですよ、まあ、そこでですねミスター真弓さんがトークするみたいなねドイツもいいですよねドイツドイツも行かれたわけですからドイツでも情報を発信するともうせっかくね 会社にあっちこっちあの引きずり回されたわけなんで、もうこれをね、使わない手はないかなと思います。通常、転勤っていうと国内転勤なんで、どこに行っても日本っていうのは変わりないんですよ。うん、転勤した人はなんか特別なことをしたような気持ちになりますけども、客観的に見て、あの北海道に行こうが、沖縄に行こうが、 東京ににいいいよよううがが大阪にいようがあんまり変わらないですよ日本国内だとでも日本以外の国っていうのはよりよく日本が見えるそして日本以外の異文化とかね意外なものとかそして言語ですよね言語とか習慣こういったものがミスターマイアミさんの心の資産の方にストックされてますんでそれをね使わないといけないかなとそこでですね高知っていうのはいいですね高知っていうねもうこのギャップですよ世界と高知というこのギャップ これがかかかなななり活かせるんじゃないいと思いますねミスターマイアミさんに対するカスタマイズですね自分にしかできないミスターマイアミさんにしかできないような情報発信のこのやり方でありビジネスの立て方だと思いますその上でスマホ教室とかねアメリカ帰りのミスターマイアミが ああのなんかスマホ教室ありますよみたいな。教えてることはスマホなんですよ。誰でもできること、ね。お孫さんでもできること。近所の方でもできるんだけども。ミスターマイアミ。マイアミ帰りですよみたいなね。ディズニーランド。行,って行きましたよ、また。本場のディズニーランドの話もちょっとしますよみたいなね。そんな形がもういろいろとワクワクしますね。いや、なんか羨ましいな気がしますね。えー、50代からね。1億円稼げるんじゃないかなと思います。では失礼します。また連絡ください。